はい、ゆきです。今日はですね、ポケモンの、カードゲームサン&ムーンの、こちら、サトシ VS ロケットダーンということでね、こちらが、値段が1500円ぐらいだったかな。30枚のデッキが、2個入ってて、まあ合計60枚入ってるということでね、すぐに遊べる対戦アイテムが全部入ってる、2人用対戦カードゲームになってます。ポケモン GX のカードが各デッキに必ず1枚入ってますとなってますね。はい、それではね、上げていきましょう。パガパガパガ、某有名 YouTuber 風で言うと、パガパガパガみたいなね、感じです。まずは、あ、そうそう、以前コメントであったんですけど、あの、金を稼ぐんだったら、手袋ぐらいしろというコメントがあったんで、あ、確かに一理あるなと思って手袋買ってまいりました。遊び方の説明書と、そしてこちら、あ、またこれか。これ紙製ですね。紙の、あの、ダメージカウンター。いらねえ。で、こちらは、あれか。デッキの、あれかな。シート？違うな。これなんだこれ。ああ。あれか。お子様用のプレイヤーズガイド。こんなんどうでもいいんだよ。これもどうでもいいとしてた。これですね。これはマット、プレイマットですね。まあ、プレイマット。まあ、これを敷いてやれ。そして、本命のこちらでございます。パーガ。パーガ。まずは、コイン。これは何コインだ、これ。これは、ロトムコインですね。ロトム図鑑コイン。そしてこちら、GX。これ、説明書を読んだら、GX 技は1回しか使えないんですけど、これをね、目印にして、使ったらこう裏返す。使い方らしい。しかも紙製です、これ。これもね、なんかね、ペラペラの紙です、ね。まあ、これもほとんどいらないでしょ。そしてこちら。GX なのが、ピカチュウ。サトシのピカチュウとロケット団のミミッキュ。ミミッキュとなってます。こちらね。それではね、開けていきましょう。まずは、ピカチュウ。ピカピーというね、ピカチュウですけど、なんだこれ。あ、これあれか。昔関係ないですけど、ピカキーガムっていうのがありました。ピカチュウのパクリで。ピカキーガムっていう。謎のね、なんか舌が黄色くなるやつ。ありました。サトシのピカチュウ、ピグチュー、これ結構高いんですよ、値段。多分。木炉、トゲテマル、カプコケコ、イワンコ、イワンコ、ルガルガン、ケンタロス、ヤングース、ヤングース、デカグース、デカグース、エネルギー回収、傷薬、ポケモン入れ替え、モンスターボール、モンスターボール、サトシの友情、雷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 、とう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 と。まあ、これが1個あればもう、デッキ、これ30枚、ポケモンって30枚デッキっていうのはあるらしいですね。うん。30枚デッキ。
60枚デッキが、まあ、いわゆる公式の、まあ、大会とかでよくやるやつなんだけど、いわゆるジュニアルール的な感じで、30枚デッキルールっていうのもあるみたいで、30枚でもプレイはできるみたいです。ちゃんといろいろ勉強したんだから。はい。ロケット団のミミキュー。そして、ひどいで。ハギギシリ、ソーナンス、ヤトウモリ、ニャース、ヌイコグマ、キテルグマ、クラッシュハンマー、ポケモン入れ替え、ポケモンキャッチャー、モンスターボール、ロケット団の嫌がらせ、水、超、っていうか、ああ、そっか。4枚まで入れられるんですもんね。ポケモンカードってね。同じカード4枚だっけ？あれ違うの？あ、違う。あれ何枚まで入れられるんだっけ？ 2 枚？ 2 枚ではないよ。3枚ぐらいまで入れられるんだ。最近出たドラゴンクエストライバルズは2枚までしか、同じカード2枚までしか入れられないっていうクソ仕様。4枚入れさせろよって。思うんだけど。2枚で何しろって言うんだよ。って感じっすね。っていう。ということで、鑑定タイム。こちらいくらになるか、1500円ぐらいでね、元は買ったわけです。これをね、いくらになるか鑑定してみようということでね。本番、ここですよ。ここですよ。問題は。いくら買い取りになるのか。こちらがですね。サトシ。なんと、このサトシのピカチュウが200円。そして、ミミッキュがこれが50円。というゴミカスなのに対し、なんと、ビックラコキマロ。これ、言っていいのかな？まあいいか。ロケット団の嫌がらせっていうのがあるんですけど、これが150円。これ1枚、あ、ちょ、待って。ロケット団の嫌がらせが1枚しか入ってなかったっけ？ 1 枚ですね。このロケット団の嫌がらせ。1枚、これが、150円で売れる。で、そして、驚くべきことに、イワンコというノーマルカードが、なんと、200円で売れる2枚入ってます。うひえ！太っ腹！ 2 枚入ってます。ということは、これで400円です。2、4、でしょ？で、ピカチュウが200円、600円、750円、800円！全部で800円です。1500円で買って800円返ってくるっていうことは、実質700円です。ね。実質700円。実質700円で買ったようなもん。結構うまいんじゃない？あれだよね。リターンとして非常にでかい。実にでかいです。まあ、俺はね、普通にこれをね、ポケモンのね、デッキとして使う。これを30枚で、デッキを組んで、自分で一人で対戦する。一人バトル。のしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。